そして、ちゃんまるでーす。そして、ちーまるでーす。ハローエブリワン、This is みるきー and ちゃんまるー and ちーまるー、イエーイ。ということでね、今日でなんと、ちゃんまるは関西になりました。ちゃんまるさんがね、今日7月27日でね、3歳になりまして、ケーキをね、作ろうか悩んだんですが、ケーキではなくね、ちゃんまるさんはね、フルーツが大好きで、汁物も好きということで、じゃじゃん、フルーツポンチをね、作りましたので、こちらをね、ちゃんまるさんにケーキ代わりにあげていきたいと思います。ちゃんまる、食べれるかな。最近ね、スプーンを使ったりフォークを使うのがとっても好きなので、ケーキよりかはね、スプーンですくって食べた方が、まあ、好きだろうということで、今年はね、フルーツポンチにしてみました。ちゃんまるさん、お、上手にすくえてますよ。いいですねあら大きかった？落ちましたよ。ちゃんまるお汁も好きなんだよね。甘いでしょ、それ。甘いね。甘い？ちびちゃんも欲しいの？ちびちゃんもうちょっとね、待ってね。ということでね、ちゃんまるさんね、無事に3歳を迎えましてね。ね。そろそろね、歩けそうというか、もう最近はね、家の中の移動もですね、ほぼほぼ、歩いて移動しておりまして、ハイハイはね、あんまり見かけなくなってきたので、そろそろね、一人で立ってね、歩いて移動できるんじゃないかなと思ってるんですが、今はね、まだね、捕まり立ちということで、伝え歩きみたいな感じでですね、壁を使ってですね、伝えながら一人でね、壁に寄り添ってね、歩いておりますが、もうそろそろね、壁もね、伝わずに自力でね、歩けるんじゃないかなというぐらい、結構ね、足の方も安定してきておりまして、ねんちゃんまるさん、順調ですね。でもね、お汁の方が美味しいの。みかんとか入ってるよ、バナナも入ってるし。うん。おーおーおー、ちんちゃん大丈夫？大きいの？ちょっと大きかった。バナナ食べる。美味しい？美味しい？ということでね、ちゃんまるさんはね、今日ね、フルーツポンチということでですね。ちびちゃんもね、最近、ちゃんまるにいてね、カメラをね、ちょっと狙いに行くので注意が必要なんですが、ちょっと落ちましたよ、ちゃんまるさん。お、いいですね。落ちたのもちゃんとね、お手手で拾って食べられる。大きいの？あとで切る？それなんかちょっと。おーおーおおおということでですね、無事に、とりあえず今のところね、ウエスト症候群も再発はしていないということで、無事にね、3歳を迎えまして、まあ来年の誕生日にはね、きっと、こっちのね、ちびちゃんの方もね、きっと立ってね、ちゃんまるの誕生日をね、迎えられるんじゃないかなと。いうふうに思っておりますね。ということで、無事にね、3歳を迎えたという今日はね、報告の動画でしたね。頑張る。上手に食べれるとこ持ちそうだしね。ということで、来年はね、きっともっと喋れるようになっているので、まあ、好きなものをね、作ってあげられたらいいなというふうに思います。ということで、以上、今日はこんな感じで、3歳の誕生日でした。ちゃんまるおめでとうということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねちゃんまるバイバーイ。上手本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録がまだお済みでないという方はこちらから、ちゃんまるとちびまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、
ぜひぜひご登録お願いします。そして Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ Twitter もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんまた。